国会質問で日本がひっくり返るくらい重大なことを暴くと語り、まさに国会に質問を提出しに行くその日の朝に殺害された議員がいます。石井紘基さんとはどのような政治家だったのでしょうか。石井紘基さんは私の恩師です。一言で言うと正義の政治家です。政治家で正義という言葉はなかなかつながりにくいと思う方多いかもしれませんが、まさに石井さんは正義の人です。二つの正義です。一つは困っている人は必ず救う、弱者救済、政治は弱い者のためにやる、そういう考えの方でした。被害者救済、困っている人を助ける正義、もう一つの正義は不正を許さない。私たちの税金がまさに不正に使われることは絶対許しちゃいけないんだと、巨悪にこそメスを入れていく、そういった巨悪を許さないという正義感、二つの正義感を持った政治家だったと、私は本当に今もそう思っています。泉さんはですね、石井さんの付き人をされていたというふうに書かれています、はい。石井さんとどのように出会い、なぜ付き人になられたのでしょうか。私自身は20代の頃ですから、もう本当に、40年近く前になりますが、20代の頃、本屋さんで手に取った石井さんにとっての最初の本、その本に感動して、まあ、石井さんとの出会いが始まります。つながればパワーというタイトルの本です。どういうことかというと、まさに市民と市民がつながってみんなで力を合わせればパワー、世の中を変えていける、正しい政治ができるんだということを語っている、まさに本で、石井さんが立候補するに際して書かれた本でした。私はその本に感動して手紙を書き、あなたのような方にこそ政治家になってほしい と手紙を書いたんです。ファンレターです。返事が来まして、ぜひ会いたいと。びっくりしました。あ、著者から返事が来たと思って喜んで会いに行きました。あったまなしですよ。初めましてで会ったも5分10分後に、実は選挙出るけど誰も手伝ってくる人がいないんだって言われて、あなたのような立派な方いっぱいいるでしょって言ったら、たまに来る人はいるけど一緒になって四六時中共にやってくれる人は誰もいない、はいはい、いきなり会って間もない君にこんなことを言うのあれなんだが、はいはい、あなたを当選させたいと、あなたにこそって言っていただいた君にお願いしたいけどどうだろうって言うから、私はもう感動しまして、わかりました、私があなたを政治家にさせてみせますと言うて、当時私はテレビ局で働いていましたが、はいはいはい、仕事を辞めて、はい、家も引っ越して、はい、石井さんを通すために石井さんのまさに家の近所に引っ越して石井さんと1年間最初の選挙を共にしたのが20代の頃です。まあ、そういう意味では本当に石井さんとはもう朝昼晩一緒に過ごしていた時期が1年間ありました。ところが私はね、石井さんを通すことができなくて、その時に石井さんは1回目の選挙は僅差でしたけど落選してしまうんです。私は石井さんにすいませんね、謝ったんですよ。当選させられなくてごめんなさいと、次こそ頑張りましょうと言ったら、石井さんがもうこれ以上君を何年も引っ張れないと、泉君騙されたと思って司法試験受けて弁護士になれと言われて、びっくりしまして、私法学部じゃないし考えたことないですって言ったら、いや君もいずれ政治家になるだろうけど急いで政治家になったらいけないと、弁護士になって生活の糧を作り、そして困ってる人を本気で助け、世の中をもっと知ってから政治家になった方がいいんだと、その方がいい政治家になれるからと言われて、私はその石井さんの言葉を信じて司法試験を受けることにして弁護士になって、まさに地元の明石に戻って活動し続けた状況なので、まあ、そういう意味では石井さんというのは私の恩師であり、石井さんによって私は弁護士になり、石井さんの死をもって翌年に私は石井さんの意思を継いで政治の道に入ったので、まあ、それはもう私にとってはもう私の存在を作った方であります。つながれパワーっていう本を出した段階の石井さんというのは政治家、まあ、結局その時当選しなかったということなんですけども、政治家として有名だったんですか。全然無名です。全く誰ほとんど誰にも知られていない無名の新人が、意を決して市民の力で国会議員になると誓って立候補を決断した時の本なので、誰も知らない状況じゃないですか。で、私も存じ上げないので、たまたまその本にこうなんというかこう惹かれて手にして本屋で読んで、買って家で読んで、高田馬場の本屋さんだっていう、そう、高田馬場の法輪堂書店、忘れもしません、高田馬場の法輪堂書店で手に取って初めにとか文章読んで、はい、実際買って家に帰ってもう本当に引き寄せられるように読みました。で、感動して、こんな今の時代にその市民の力で世の中を変えてみせるということを恥ずかしげもなく語る人がいるんだと思って、その人が本当に国会議員に立候補しようとするんだったら、こんな人こそ当選してほしいと思いましたね。そんな人いませんでしたもん、そんな当時、今はあんまりいませんけど。あ、そうですか、うん、みんなどっかの政党に担がれるとかそんな発想ですからね。
どこの団体も政党も頼りにせず、市民の力で政治家に当選してみせるということはすごいことだと思いましたね。その当時泉さんはテレビで働かれていたというのは、どうしてテレビで働かれていたんですか？私自身は大学で、私自身は大学の学生時代もいろんな活動とかいろんな市民活動もしてましたけど、やっぱり映像を通して世の中にいろんなことを問いたいと思って、最初は NHK に入り、その後は民放、当時はテレビ朝日の朝まで生テレビの、スタッフとして働いている時代ですね。はい。先ほど石井紘基さんが亡くなられた直後にご自身が政治家としてのキャリアをスタートされたっていうお話。そうですね。これやっぱり亡くなられたっていうことがなんかすごい感じる。そうです。2002年の10月25日、はい、だから22年前ですけど、もうその日もうびっくりしました。殺されたっていう方がニュースで流れて、すぐ東京に飛んで行って、お通夜とか葬儀を手伝いました。その時に遠い昔 の方々とも再会をして、周り方々からも石井紘基の意思を告げとその後言われるようになり、石井さんの やりかけのことを引き継ぐという形で、そのうちの一つは犯罪被害者に関する支援の法律を作ると、はい、私はその翌年に国会議員に当選し、石井さんのやりかけていた被害者救済のテーマで犯罪被害者基本法を議員立法で、制定まではなんとかたどり着いた経緯なので、片方の石井さんの正義の一つ、被害者救済は私は引き継いだ感じだと自分では思っています。なぜ泉さんに弁護士になれっていうのを言ったんですかね。でもやっぱり2つ覚えています。1つはどんなに正しいことを言っても選挙というものに通るわけではないと、で通ったとしても通り続けられるわけじゃないと、はい、結局、落選が怖くなってしまうと、落選しないがために選挙対策ばっかりしている政治家をたくさん見てきたと言っておられました。だから泉君にはそんな政治家になってほしくないと、当選しようが落選しようが胸を張って人生生きていくと、それがあってこそちゃんとした政治ができると、落選を恐れるなと、落選しても大丈夫な状況を作っておいた方がいいという形での弁護士が一つ、もう一つは政治というものはまさに生活そのものだから、ちゃんと困っている人の悩み事とかそういうものをしっかりと関わって、実際の実社会のそういったことを知ってこそ政治家というものは本物の政治できるんだから、頭でっかちの政治家じゃなくて、世の中の苦しみ悲しみ含めて弁護士としてしっかりと困っている人を救いなさいと、その延長線上に政治があるんだと言っておられたので、2つかな。1つは落選を恐れない、ある意味胸を張った政治家にというのと、もう1つは世の中のことをもっと知りなさいと、この2つだったと自分を理解しました。私この本読んで初めて知ったんですけど、石井さんのことは存じたんですけど、その前実は大学の後にロシアにだいぶ行かれて留学をされていたと、でロシアで見た社会主義っていうのと日本の状況っていうのをこうどうも比較していた、この辺の分析。それはもう当時20代の頃よう聞かされました、石井さん自身はもうもともと成果の強い方で、学生時代もいわゆるその大学生のリーダーの役割をしている方で、いろんな形に活動しておられました。当時の時代というのはある意味、当時のソ連ですけどというものが一種、理想というのが新しい一つのモデルのようなイメージで思う方もまだかなりいた時代でした。そういった時代に実際自分が行ってみた時にもう全く違うかったと。でそれはみんなが思ってるほどいい国ではないと。しかしながら、当時のソ連における官僚が支配していて、国民が虐げられている状況というのは、実は日本と一緒だということに気づかれたんですね。で、ここが石井のすごいところで、ソ連自身が理想の国じゃないというところを言う方は多いですし、今も多いですけど、実はそのソ連の姿と日本というものは実は売り二つで、その資本主義や社会主義やというテーマじゃなくて、官僚が物事を決めていて、国民のもとに情報が知らされておらず、国民というものがまさに官僚の言われるままに、いわゆる、騙されているというのか、いう社会という意味において、実は売り二つだということを当時から言っておられたので、まさに日本とソ連は同じような国だと言っておられました。その当時と比較して今っていうのは変わったというふうにお感じになりますか？もっとひどくなりました。だからまさに今の日本というものはもう官僚中心の国ですから、財務省を中心とした中央省庁の官僚が政策を決定し、それに従って政治家が動いている状況なので、本当は国民から選ばれた政治家が国民のための政策を決断して方針転換もし、それを官僚に指示すべきのは本来の姿なのに、そうなっていないです。結局国民から選ばれた政治家が国民とは無関係に
存在している官僚、特に財務省を中心とした方々によって、まあ、国民に負担増を強いることを政治家がまあやっている状況です、うん。日本は経済成長もせず、こんなに国民が苦しいのは、まさに財務省を中心とした官僚政治が国民負担を増やし続けたからであって、まさに官僚主導の国だからで。で、官僚というものは国民によって選挙がありませんから、国民が怖くないわけです。官僚というものはその宿命的に国民を気にする必要はないわけですよ。自らのその組織というものを大事にする。つまり財務省だったら財務省の肥大化。厚労省もそうです。国土交省もそうです。つまり自らの官僚組織というものが重要なんであって、国民のことを気にする必要性はないので、気にしてるふりはしますけど、本当のところは気にしてるわけじゃないわけですよ。だからと本当は政治家というものが、国民のことを気にする政治家が、国民のためにこそ官僚に対して方針転換を迫る必要があると私は思っているので、そういう意味で石井さんの投げかけた官僚政治というものは悪化している。特に今の日本というのはこの30年間経済成長もせず国民が苦しみ続けているのはまさにそこに原因があると私は思っているので、石井さんが投げかけたその問いかけというものは今の時代に突き刺さっていると思いますね。石井さんは特殊法人と特別会計という雇用と財政の隠れた巨大な闇を明かし、その問題を時の政権に国会で突きつけました。これがどのような内容だったのか教えてください。結局表に出ている数字としての財政状況じゃなくて、実際は特殊法人も含めてお金がそちら側に流れていってるわけです、うん。その後の使い道というのは検証しようがなくて、もうまさにブラックボックスになってるんです。でそこを問わないと本当にそんなびっくりするお金が必要なのかどうかが検証できない。で石井さんは当時、国会議員通られた直後に私に対しては泉君僕はねって他の国会議員のような属議員ではなくて、はい、会計検査院の属議員になる、つまりチェックする側の味方になると言っておられたんですよ、はいはい。つまりそのお金を使う利権側の属議員じゃなくて利権をチェックする会計検査院の応援をしたいんだと言っておられたんですよ。でも少し経った後に逆のことを言われました。会計検査院は限界があるって。会計検査院というのはあくまでも調べられるのは一部に過ぎないので、特殊法人には調べられないわけです。会計検査院は。期間が違うから。結局そのブラックボックスに行った後の先が調べられないので、不十分だと。しかも会計検査院にとって行政組織の一部ですから、まあ今で言うところの忖度というか、まあ遠慮もあるので、本当に国民の立場でやってるわけじゃないと。そこで石井さんは私に言われたのは、泉君、国民会計検査院を作ろうと。いわゆる会計検査院じゃなくて、国民の名をつけた国民の自身がやる会計検査を作んなきゃダメなんだと。国民のお金がどこに消えているか、どこに使われているかをしっかりとチェックする必要があると言っておられましたんで、まあ、よく覚えていますね。そういう意味ではやっぱり国民のお金を大切にしろという、まあ、考えで当たり前のことなんですけど、国民のお金がどこに消えているかが未だに分かっていない。実は今は分かってないんですよ。今も自分たちのお金がどれぐらい使、あって、どう使われたかって誰も知らない状況だから。だから今もだから闇は続いてますね。特殊法人って何ですか？こう分かりやすくちょっと説明すると。あ、結局まあ、いわゆる国土交通省とかの外郭団体みたいなところに、いろんな特殊法人があって、そこにお金がこう補助金という形で流れていっていて、その後どう消えているかは、一種民間的な部分なので、まあそういう意味では、クリアにやりにくいというテーマです。つまり半分公的、半分民間のような企業っていう形になるんですよね。あ、うん、そう、いろんな形態ありますけど、そうです、まず、はい。で、そこの事業に補助金のような形で国のお金がたくさん使われていることっていうのが問題だというふうに。問題というか、つまりお金の消え方がどこに消えてるかわからないので、はいはい、もう数多くありますから。はい、だから結局その、いわゆる闇に消えていってる状況、そこに多くの政治家が群がって利権とか、うん、まあ、官僚がまさにその後天下りとかいう形になってるという面ですね。うん、特殊法人特殊会計の問題、その後解決していったんでしょうか？全くしません、はいはい。だから逆に言えば石井興久さんが問いかけて問題に仕掛けた時に石井さんがまさに殺される形になって、そこで止まってしまった状況です、うん。その後私はこう翌年に国会議員になっていますけど、私自身が当時周りにこの問題をってだいぶ投げかけましたけど、やっぱり周りとしても腰が引けていましたし、そういう意味ではもうそのままの状況ですから、結局お金がどのように使われているかということの透明化まで図られていないと理解しています。この問題を石井さんが国会で最初突きつけた時の反応って、国会はどういう感じだったんですか？当時は国会 G メンというふうに名付けたようなグループもあって、今も残っておられる方も何人かおられますけども、一種チームとして取り組んだ面もあったんですけど、はいはい、石井さんの死をもって結局活動というものは今実質的に止まってしまった状況。やっぱり基本的には多くの方、周りの方も殺された背景というものにやっぱり闇を感じましたから、はい、そういう意味ではまさに今その、まあ
さに、国家の 闇を追求しようとして殺されたというふうに多くの者は当然理解しましたので、うん、まあ危ないところに手を突っ込まない方がいいと。私も国家議員にずいぶん言われましたもん。石井さんのテーマあんまり深入りせん方がいいよと周りに言われましたよ。一般論で言いますけど、はい、やっぱ政治家としてのスタンスがそもそも的に国民のためがどうかもありますし、そういった追及をしたところで何か、それこそ政治家のところに俗に旨味があるわけじゃない、利権があるわけじゃないわけだから、はいはい、利権を叩く方ですから、はい、利権に群がってる周りの国会議員たちはやめてくれというエネルギーが働きますし、それはそれをやる動機は生まれにくいですね。まして当時もうやっぱ殺されてしまった事実は大きかったので、ある日突然ああいう殺され方しましたから、周りの人間もまあなんというか、まあ恐れというか怖さを感じたのは事実だと思いますね。うん、それで私たち今も感じてますから、今回の本出すに対しても、これまで私も石井さん恩師と言いながら、被害者救済は力入れてきましたけど、明石市長時代も。でも不正追及に関してはまだそこまで突っ込んでませんもん。私も明石市長になった1年目に、多分明石市長として1年目に、明石市の予算の公共事業を削減したら、何が起こったかって自宅ポストに脅迫文が届いてるわけですよ。私、市長12年間、だいたい脅迫され続けてるわけですよ。つまり、やっぱそういう意味では、利権とか公共事業に群がる方々のエネルギーはすごいエネルギーですし、いわゆる闇の世界とも繋がってる部分も多いわけですから、それはなかなかその、簡単ではないですよ。私自身、市長の時代だって、最後の12年間の最後の年なんかは、8月末までに、明石市長を辞めなかったら9月まで殺すっていうメールとか来てて、脅迫メールが続けて、私の自宅には、兵庫県警が24時間監視カメラを設置していて、警察がずっと私の自宅周辺を見ている状況ぐらいでしたから、私自身はそんなに何か不正の追及したわけじゃないですよ。ただやっぱり税金というものを市民のために使うようにしただけですよ。でもやっぱりそういうリスクなり状況にはなってたわけですから、その本当にお金がどこに消えてるかという部分について手を突っ込むことについては、それは言うほど簡単ではないと思いますね。なるほど、なるほど。先ほど、石井さんが創設したいと考えていた国民会計検査院、これちょっと改めてですね、どういうものかもうちょっと教えてください。要は、国民自身がいわゆる預けているような税金という国に対してがどこにどう使われているかということを明らかにするという、簡単に言えば、うん、国民のお金は国民のために使うようにしてほしいと、それが国民のために使われてますかという問いかけです。それを会計検査院が本来すべきですけど、会計検査院というのも行政組織の一端に過ぎませんから、いわゆる遠慮というか忖度もあるし、に加えて、その対象が行政機関に限定されるから、その後の特殊法人とかにお金が流れていくと、その後は追っかけられない状況なんで、いうあたりの限界ですね。それを国民自身が国民のお金の最後の流れる先までしっかりと確認をすべきだという考えだったと思いますね。その特殊法人にお金が流れると、で特殊法人がまたどっかに委託する先にお金が流れるっていうふうにこうお金の流れができていると、うん、そこっていうのは常に補助金がある程度来ることが想定できるので、あんまり成長しようという意欲が各産業において起きないんじゃないかと。それは石井さんその問題ですよ、はい、つまり官製経済だから結局逆に民間の頑張りを阻害していると。実際上は公官僚政治公務員政治が自分たちの天下りとか自分たちの懐を取ってしまってるから、本来頑張りやすいテーマを頑張らない方々が仕切ってしまって、頑張りたい方を阻害してるということを言っておられましたから、まあ、それはおっしゃるようにいわゆる官製経済がかえって経済成長とか民間主導の頑張りを阻害してると、まあ、そういう意味で言うと今に直すとそういうことを続けてるから日本の経済は成長もせず、30年間経済成長もせずですね、国民の負担ばかり増えていっていることにつながる面はあると思いますから、そのあたり石井さんが投げた問いかけをもっとしっかりそこを深掘りしていればまた違った観点に今なってたかもしれませんけど、国民が生活するときに国民は税金や保険料を負担をしているわけですけど、それ以外にも例えば水道、電気、ガスとか、例えば道路を走るんだって道路を通らざるを得ないわけです。でも道路ってのは当然道路族が関属していて、まさにそれも道路公団とかが存在していて、そこのお金の使われ方は不透明です。電車に乗る必要があったら当然電車乗るわけですけど、リニアモーターカーにしたって、あるいはリニアモーターカーには税金が使われない
ないと言ってる実際上は、まあ、発覚したように談合がなされていて、はい、その結局そこの 利権というものが最終的には、運賃に転嫁されるわけですから、結局国民からすると、道路を走らざるを得ないし、電車を乗らざるを得ないわけですから、結局最終的には国民の負担に付けが回っていってる状況で、そういったテーマにつながると私は思いますね。だからそういう意味では、結局、民営化すればうまくいくということは簡単ではなくて、そこに対するチェックが必要で、結局、水道、電気、ガス、道路、鉄道、公共交通とかについての費用対、その実際の支出の部分をチェックするシステムは私はいると思いますけどね。例えば今の政権与党であるとか自民党であるっていうのが、この特殊法人っていうものをすごく存在を意識して政治をしているのか、政権運営をしているのか、それとももう昔からそういうシステムがあるから当たり前っていうんで特に意識していないのか、まあ、つまり黒幕に黒幕の意識があるかってことなんですけど、結局全体の集合体なので、はい、誰かが全体を仕切ってるわけではないと思うんです。つまりイメージで言うと、まあ、いわゆる国土交通省関係は非常に利権と、まあ、国土交通省とか経済産業省系が多いと思うんですよ。そういうところに結局官僚とその取り巻きの属議員という政治家がつるんでいて、はい、そこが一定程度お金が上手に動く、上手とか要は 裏で動くようにする仕組みをみんな考えていくわけですよね。それが残ってしまってる分野は未だに闇です。逆に福祉の分野でかつての例えば特別養護老人ホームなんかは税金で作ってる面があって、当時は利権の巣窟でまさに功労族でいたんです。でも介護保険制度になってその会計が明朗化すると属議員はほぼいなくなったわけですよ。結局そこからお金を抜けないから、昔は特別養護老人ホームを作る時の作る土地代と建設費用なんかも上手にごまかして、そこから一定割合の税金が入ってくるんだけど、実際の金額より多く吸い出すと、税金の方が得してくるから、そこでお金が分けられた状況、つまりまさに利権だったんです。実際そのテーマで、当時のかつて厚労省の事務次官が逮捕もされてるわけですよ。まさに厚労省も利権の巣窟やったわけです。でも厚労省に関する、例えば介護保険に関しては、保険制度に変わって、一定お金が透明化されたので、そういう意味では利権が生まれにくい状況になったと思うんですよ。だから逆に、片や厚労省のその介護保険なんかのテーマは透明化されて、属議員がほぼいなくなったけど、国土交通省や経産省関係は、いまだにずっと昔ながらの方が残っている状況だと思いますね。そうすると、まあ、まさに今政治資金規正法とか裏金のこととかもデジタル化して透明化しろよと、もっとちゃんと分かりやすく計算しやすく外の人が簡単に見れるようにしろよって話がありますけど、そういうふうにお金の流れがこの特殊法人に関してもどこにどう流れてるか、一般の人とかメディアとかちゃんと確認できるようになれば、必然的におかしいだろうって言われることをみんなが自粛していくっていう、そういう形で、まあ、自粛というのはそのチェックもできるわけで、はい、今チェックすらできる手前なんですよ。どこに消えてるかはっきり分からないですもんね、お金が。そうなんですね。うん、だそういう意味では、例えば、私、明石市長12年やっていたので、最後のあの時なんかは、兵庫県全体の予算要望の取りまとめの会長をしてたんです。だ兵庫県内の多くある市や町の個々のテーマに関して集約をして、その予算要望を兵庫県の会長として、私が財務省とか国土交通省に要望に行くんだけど、でも基本的に要望するときに国土交通省なんかは、金額を抱えてもらえないんですよ。スケジュールもダメなんです。だからそれをいくらお金かかるか、急ぐかどうかは書かずにお願いしますと言わされるんです。でそれを国土交通省が断るけど、金額を決めたりスケジュールを決めていくんですよ。で結局こちら頭を下げるだけなんです。実際これそれが本当に必要かどうかとか、金額がもっと安くできるかどうかなんてことに関心はないんです。そういう意味では、いや、私も今の時代に、だから結局、国はお金を大事にしようとは思ってないんですよ。そうですね。国土交通省の各課ごとに全国大会を開いて、金を増やせ増やせと言わされるんですよ、うん。で、その時の競争原理というのは、国土交通省の課単位の中で、予算の額が最も伸びたところの課長が出世していくわけです。つまり、無駄遣いをすればするほど官僚は出世するわけですよ。お金、税金を大事にする動機が生まれずに、税金の無駄遣いをする動機が生まれる。うん、そして本当はもっと安くできるのをたくさん通じを出すと、差額が出ますやんか。うん、でここの裁量予算がある意味自由に使える金になってくるから、うん、本当のお金と、本当に必要なお金と、そこまで必要でないお金の差額が、まあ、一種関係者の利権に流れていっているとは自分は理解しているので、まあ、そのあたりいつまでこんなことを続けるのかと。そんなことをやってるから、日本というものは子供とか子育てとか、
が教育に予算が回っていないんであって、他のヨーロッパ並みの国民負担率なのに国民が苦しいのは国民のお金が適正に使われず、まあ、やはり そういったところに消えているからだと私はまあそう理解してますけどね。しかし、あの官僚も各省庁、日本の経済が伸びていくようにいろいろこう、まあまあ、政策を作っていくとこうやっているわけじゃないですか。自分たちが一番足かせになるようなことをやっていたらそこをやめないとなってはならないですね。そんなに日本の国民とか日本の国民を考えてるわけじゃないと思うよ、そのぶっちゃけの話。中央省庁の官僚は省益を考えるんだって。財務省としては基本的にお金が足らないというふうにみんなに思ってもらって、財務省が権力を行使できるようにするのが財務省の権益確保ですから、お金が余っていたら誰も財務省に頭下げませんやん。お金が足らないと思うから、お金欲しいか欲しいか欲しいか、どっちにあげようかなのがまさに権力ですから、うん、財務省というのは常にお金が足らないというような省庁ですし、国土交通省もやっぱりたくさんたくさん自分の方で使えるお金をプールしていくわけで、はい、あって、別に経済成長とか国民の生活を良くしようというふうな動機があるわけではない、ぶっちゃけないと思いますよ。それはみんな、それは幻想であって、中央省庁の官僚は世のため人のために働いてるわけじゃないんであって、中央省の官僚は自分の属している組織のまさに組織防衛と組織の発展を考えていて、で自分自身の出世と保身を考えてるんであって、別に国民や国家のことを考えているような方が多いわけではないと思いますよ、正直。私も大学の友人いっぱい行ってますけど、そんな天下国家のことを褒めて考えてる友人なんかほとんどいないです。よくじゃないけど。そんなんいないですよ。そんなん自分が出世したいだけじゃないですか、ぶっちゃけ本音は。いや、うん、そこをちゃんと、それを批判してるんじゃなくて、受け止める必要があって、うん、それは、マックス・ウェーバー好きなんですけど、当然官僚というものは、肥大化するわけですよ。官僚というのは国民に選ばれてませんし、官僚というのは責任を負わないわけですやん。だから官僚というのは基本的に保身なんですよ。当たり前、それは官僚ですから。やってきたことを否定せず、やってきたことの延長線上で膨らましていくのが官僚だから、官僚政治を放置すると、どんどん肥大化していって、無駄遣いをして、国民負担が増えるに決まってるんですよ。それに対して政治というものが、いやいや官僚の皆さん、気持ちはわかるけど、もう時代が違うから、これまで使ったそのお金はもう来年からやめるよとか、そっちのお金は減らすよということをするのは政治だから。まさに政治が決断することによって国民のお金が適正に使われるのに、日本は政治が機能していないので、漫然と官僚の肥大化政治が続いているから、その肥大化した部分のお金の付けが国民負担というふうに展開してるんであって、だそこは私はつながってると思いますけどね。だ官僚を批判するのは間違いで、政治家がしっかりすべきだというふうに私は思ってるんですね。はい。石井さんはですね、犯罪被害者支援というのもされていました、はい、これどういったことをされていたのか教えてください。あ、石井さんは統一教会とか、うん、オウム真理教の問題もそれこそ今回の対談の紀藤弁護士と一緒に、はい、もう早い段階から取り組んでおられました、うん、でそういった中でもちろんそういった、悪徳的な部分を許さないのに加えて、実際に被害者がおられたので、うん、被害者救済に走り回っておられたので、うん、地下鉄サリンもそうですし、そういった被害者に対する、まあ、国としての支援ですね、給付金の支給とかいうことの法律 を作ろうと走り回っておられました。それで石井さんはセットです。泣いてる人を助けるというのと、人を泣かすような悪さを許さないという、こうセットですから、うん、それは石井さんと紀藤弁護士が一緒にやってたテーマですね、うん、それを私が引き継いだ状況で、それは私が国会議員になって、その翌年に犯罪被害者基本法という形で、まあ、犯罪被害者を支援、基本、まあ、支援する初めての法律が日本でできたという経緯になります。私の担当でした。1980年代にすでに一部の雑誌などでは、まあ、これは危険だというキャンペーンも張られていた状況だ。それは政治的に力がありすぎたので、結局そういったメディアのキャンペーンも途中で止まってしまって、で結局その後はオウムの問題が起こったので、オウム真理教については一定程度、まさにある意味、犯罪の中で対応していったわけですけども、もう片方の統一教会は、別にオウムの次というか、オウムとセットの統一教会だったのに、統一教会だけは政治力が強すぎたので、結局不問に付されたという経緯ですから、警察や検察も手を出さなかったので、今と一緒です。結局、警察、検察というのはまさに忖度機関だから、そういう意味では正義の味方だとは限らないので、結局、時の権力との調整の中で、統一教会は残ってしまったと理解しています。2002年10月25日、石井さんは伊藤白水という名の右翼団体の代表に視察されました。亡くなる直前に国会質問で日本がひっくり返るぐらい重大なことを暴くと語っていたそうですが、石井さんの異様な亡くなり方や、その時石井さんが持っていた資料が紛失したことなど、当時の状況について教えてください。
そうですね、石井さんはもうこれでもう国家が転覆するぐらいの大きなことを見つけたんだと、これを国会で質問すると言って、その国会への質問を提出する日の朝に、まあ、その殺されて、で殺された時に殺した犯人はお金の問題と後で言いましたけど、実際上はその時持っていたお金に手をつけず、石井さんから奪ったのはお金じゃなくて石井さんの手帳と資料だけですから、うん、石井さんの手帳とその時奪った資料というものは未だに見つかっていないので、つまりその殺した理由というものはその資料を奪うためと、ないしは口封じと両方だというふうに言われています。で現に殺した本人はその後、刑務所に受刑中にテレビ局の取材に応じて、人に頼まれて殺したということをちゃんとインタビューで答えていますから、実際上は人に頼まれて殺したじゃんだと私は理解しています。なんか紀藤弁護士のコメントだと思うんですけども、なんかこの伊藤博水の言うことが取材を受けるたびに結構コロコロ変わるんで、実態がよくわからないみたいなことをおっしゃってましたね。わかんないです、うん、実際のところはわからないですけど、ただそのお金をのお金 の, あのなんかその貸し借りの話だにされていますけど、それは逆に最高裁は否定していますから、動機は、つまり結局これもひどくて、警察も検察もちゃんと動機の調査もしてないわけですよ。それを単なる個人的な事件として終わらせてしまったという状況です。しかし後に党の本人がテレビ局の取材に対して個人的な恨みではなくて、ある意味人に頼まれたけど頼んだ人の名前は言えないと言っている状況が報道もされていますし、だから、ね、しかも裁判の過程の中で地裁レベルじゃなくて、その後の高裁最高裁を通して本人の言った、金銭問題が動機というのは信用できないと、うん、裁判所も判決で書いていますから、うん、まあ、そういう意味では私から言えば警察も検察もなぜちゃんと調べなかったのかという思いは今も残っていますね。いや本当になんで調べなかったんだろうと思うんですけど、まあ、想像してもしょうがないんですが、想像になってしまうんですが、どう思われますか？いや、それは昔も今もだから警察だって今回のまさに裏金もそうであって、別に今検察なんてものが正義の味方なわけがなくて、検察ってのは時の権力の味方なんであって、正義の味方ではないんであって、時の権力に対してミス入れず、時の権力からその外れたような、落ちぶれそうな国会議員だけは強制捜査しますけど、時の権力の中枢にいて、検察、警察に人事権を行使できる方に対してミスは入れないので、まあ、そういう意味でも残念ながら、まあ本当は正義の味方であるべき警察、検察というものが、まあ、機能は昔も今もしてないというのはそうでしょうね。それこそ検察なんていうものは、それも2002年でしたけど、その石井さんこれは年でしたけど、その時に当時の検察の幹部が検察における裏金があることを、テレビ局で発言しようとして、でまさにそれを、現職の幹部が実は検察庁でも裏金がありますっていうことをテレビに収録に行くその日にそれを逮捕されて、特捜部が逮捕して、逮捕しただけじゃなくて、そんな微罪で逮捕しときって、かつ、保釈も認めず、で、刑務所に入れてしまって、口封じをしたわけですから、まさに地検の特捜部というのは、でっち上げ事件をして、でっち上げてでも、地検の闇は葬り去る組織ですから、それは2002年の出来事でしたけど、同じ年です。だからそのまさに地検が、自らの裏金問題を世に問われないように、事件をでっち上げたのと、石井さんが殺されて、個人的恨みと言われて処理された年は同じ年ですね。はい。あんまりこんなこと言うとあれですけど、私自身も司法修習時代にだって裏金の知ってましたから、裁判所も検察も裏金作ってましたから、私も当時司法修習でびっくりしましたもん。普通に喋ってるから、裁判官が普通にからしっとしてるんだよって、泉君こんなことさ本当ダメなんだけどなって、出張も行ってないのに出張員をして、その出張員で出てきたその裏金をプールしといて懇親会経費とか選別に回せるって言ってたから、そんなことやってんですか裁判官が、あったらこれ多分ダメだよねって言ってましたからね。この国会質問で日本がひっくり返るくらい重大なことを暴くとおっしゃっていたわけですが、直前に石井さんが、はい、どういうことを言おうとしていたとご想像わかんないですね。私もだからその後もそれこそ段ボール箱の中で少し拝見もしましたけど、まあ、字は汚いし資料は多いしさあもう、いや私も思って、ちょっと、その殺された後、翌年国会議員になった後も、家に行かせていただいたり、段ボール箱の中見たりはしましたけど、とてもなんか、何かできる状況じゃなかったので。
当時石井さんはその家族にも他の仲間にも同じように発言しておられて、大きなことを発見したと、もうこれで国がひっくり返るぐらいの大きな話だと言っておられたわけですから、そういう意味で何かを発見したんでしょうね。で、その発見したであろう資料と手帳がなくなってるわけですから、普通そんなもん犯人がお金も取らずに手帳取って考えられないですし、取ったんであれば取った手帳というのはちゃんとその証拠物として、いや、その後押収されて発見されて、その当たり前なのに、もう完全に闇に消えてるわけですから、手帳と資料が闇に消えてること自体は本当に謎ですよね。本書では石井さんとともにオウム真理教や旧統一教会の被害者のために戦ってきた紀藤正樹弁護士とも対談されています。紀藤弁護士が立ち上げた故石井興起事件の真相究明プロジェクトとは何でしょうか。それも殺された直後から、ネットホームページで真相究明で呼びかけて、いわゆる真相ですね、石井さんが殺された真相に関して情報提供を求め続けていて、今もホームページに残っていますから、紀藤さん聞いたら今も時々ですけど情報が寄せられているとは言ってましたね。ただそれが本当に真相につながるようなことにはつながっていないし、もう今から捜査をする、再開するとも思いにくいわけですから、本当に、もう22年経ってしまった感じですね。なんか石井さんは結構情報を側近の人たちにも明かさない。そうなんですよ。これがなんか結果としては闇になってしまう重要な、いや、昔からそういう人でね、昔からね、もう私のその20代の頃からね、どこ行くんですかってもう行き先言わない人だったから、もう、秘密主義やったね。そうなんですよ、もうそれこそ。だからそういう意味では、そもそも本人が秘密主義で、自分だけしか分からん状況にしていて、さらにいろんな思いがあったんでしょうけど、で、国会の当時の議員会館の部屋もすごい資料というか、もう資料に埋もれてるような状況の方でしたから、もうありとあらゆる資料を入手して、もう片っ端からその、確認していくような方でしたから、それも他にそんな人いませんからね。そんなまさにそういうテーマに関して必死に資料を調べて追及するなんて政治家他にいませんからね。彼だけでしたね。